桑名市長島町菜花の里。その象徴ともいえる光のトンネルに並べられたのは、アジサイと花菖蒲です。菜花の里初夏の風物詩、アジサイ花菖蒲ロードが始まっています。日没後7時過ぎから点灯される全長およそ200メートルの光のトンネルに並ぶおよそ300鉢のアジサイと花菖蒲。花の咲き具合で入れ替えながら、今年の新作を含めたアジサイは6月中旬。人気の江戸系、肥後系を中心とした花菖蒲は6月下旬まで楽しむことができます。さらにこの時期、園内のささらぎではホタルの幻想的な光が飛び交います。例年より少し早く飛び始めたホタルは、これから6月下旬にかけてがピークで、多い日には500から1000匹もの光の乱舞が楽しめるということです。梅雨の季節を華やかに彩るアジサイ花菖蒲と幽玄なホタルの光、初夏の夜、雨のしずくと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。